とバランス。バランスだよ、ね、なるほどですね。はい、では次の質問に行きます。はい、アンディ・フグのかかと落としを食らった時の感想をお願いしますということなんですけども、覚えてない覚えてないですか。そうそう、もらって、はい、で、わし、なんか戻ったらしいんで、はい、負けてね、はい、控え室に、はい、英語になってパッと目覚めて、はい、これから試合が思ったんだ。あ、もうそこまでじゃ意識が飛んで、意識飛んでた、はい、なんでは、まあ帰ってね、その控え室戻ってさ、はい、まあ、周りにセコンドがついて、はい、私これから試合だろうって言ったら、いやもう終わりましたよって言うぐらい、あ、止められたぐらいな。じゃあもう本当にプツンと、プツンと、もう記憶が、ね、記憶が、じゃあもう一切、じゃあもう試合の記憶がないんですか。ないな。後で動画見て分かったの。その、じゃあリングに向かっていく入場の時の記憶とかも全部なんもないんですか。そのままこのようにね、はい、その1日前までバーッと流れてくるんだよ。はい、うん、それでその日のことは一切記憶がない。その日がもう 全然ないんですか。ないんだよ。へえ。後でビデオ見て分かったんだよ。よっぽど強烈だったんだろうな。あ、ただ映像で見てるとさ、こんなの避けられるもんって言ってました。ああ、実際目の前でされるとな、カステの感じに入ってんだけど、はい、うん、聞いてんだな。あ、逆にこうカスっていう感じだから、こう余計に揺れたんですかね。揺れたんだ。なるほどですね。じゃあ相当強烈だったと。強烈だった。はい、あ。で、毒服に当たったみたいだし。ああ。フグに当たった。やられちゃった。うまいですね。座布団一枚ですね。前の日にフグ食べに行ったんで。あ、前の日にフグ食べたんですか。試合する前の日に。刺身したろうって。はい、刺身したろうと思って。食べたら、次の日やられちゃったよ。ああ。毒に当たった。毒に当たったと。フグを食べてみたら毒に当たったと。塾長のユーモアの先生はすごくでは次の質問に行きます。塾長と牧久夫先生の思い出話を聞かせてくださいということなんですけども、牧先生はもう本当兄貴のような感じで、兄貴のような感じ、感じ、はいはいはい、まあ、空手の関係よりも、はい、まあ、私生活でもよく六本木でね、はい、一緒に飲みに行ったり遊んでもらったから、はいはい、まあ、同じ辰年で大方でね、はい、うん、気もあったんですよ。あ、まあ印象に残るのは、あの人は、SM が好きだったな。え、SM ですか。 SM の店にさ、はい、よく連れて行かれたよ。女王様なんかはさ、あ、はい、同じ巻きビルにね、はい、うん、連れ込んでなんかしてたな。あんまり言うとあれだけど、楽しかったよ。SM ですか、うん。実際じゃあ、牧先生って S か M で言うとどちらなんでしょうか。先生は S って言ってたけど、はい、S をいじめるんだよ。S をいじめる。S をいじめる。じゃあ、ド S ってことですか。ド S だ、ね。あ、だからよくね、夏とかさ、はい、葉山の、はい、自身来るかな、あるいは、はい、そこに先生、クルーザー止めてたから、はい、そこによう女の人がいるんでね、はい、遊んでたよ。SM の、うん、ズシマリーナで SM のクルーザーの中で、ズシマリーナの中で SM を、SM のやってたと。調教してた。調教していた。しかも S が S を、そう、今日調教すると。いや、ほんといい人だったよ。あ、見た目はあんな感じだけど。はい。いや、ほんとね、人間的には素晴らしかった、わし。わしから言わすとね。はい。みんないろいろ言うけど、はい、うん、自分は大好きだったね。プライベートでもすごく仲良かったと、うん、本当に。なるほどですね、うん。では次の質問に行きます。K1 での黒沢博樹ちゃんとの試合を振り返っていただきたいですと。ローキックの威力とかはどうでしたでしょうかということなんですけども。まあ、昔から黒沢選手とはやりたかったから。はい。空手の試合でもね。ああ。極真の第20何回かな。はい。優勝した時から。はい。これはこの人はすごいなと思ってたから、はい、うん、そういう、まあ、機会を最後ね、グローブで与えてくれた石井団長にも感謝して、あ、まあ、塾長的にはじゃあ黒沢さんのことは常に意識してた、意識してたね、本当やりたかった、やりたかったと、うん、極真の中じゃあ一番やりたかった選手だから、あ、うん、
と体つきも同じぐらいだったしさ、はいはいはい、すごいがっつりしましたもんね、うん、まあ同じぐらいの年だし、はい、ずっと意識してたね。あ、実際戦ってみた印象はどうでしたでしょうか。いや、自分もグローブ自分のやっぱり慣れてるじゃん、はい、うん、だからその怖いとかそういう気持ちでさえなく、いや、やれるのかと、あ、うん、そっちの気持ちの方がやっぱりあったんで、はい、うん、まあ試合見てあの通りの試合になっちゃってね、うん、自分ももう一回引退して復活したから、はいはい、うん、もっと若くやりたかったんで、もっと早い段階でやりたかった、お互いがこうもっと若くギラギラしてた時に、そうそう、やりたかったね。なるほど。おっちゃん同士殴り合ったような試合だったから、ね、うん、まあできたことは、ね、はい、自分の最後の引退試合だから、はあ、うん、実際ローキックの威力はどうでしたでしょうか。いや、自分ローキックカットしないし聞いたことないんだよ、あ、今まで、はい、威力っていうかそういうのは別にね、いいと思うんだけど、はい、まあ、聞いたって気持ちはないんで、あ、なるほど、グローブつけてるから、はい、あまり空手の試合みたいにこあの蹴れないんだよ、はい、うん、だから聞いたとかいうことはないんだけど、なるほどね、はい、ではですね、次の質問に行きます。塾長の代名詞、左フックの打ち方のポイント、注意点をしていたりです。まあ、ちょっとさっきもちょっとお話ししていただいたんですけども、まあ、この左フック、体を巻き込む。巻き込むというね、はい。巻き込むのが大事だね。まあ、普通にこうやってね、円、はい、を作って、はい、この状態で回す感じ、はい。これをやるだけだから。これで手は返さないんですか。返さない。はい、このまま、はい。ただ回すだけ。これをね、自然に先発時はだんだん慣れてくるんです。先発先発先発2先発な2先発ただ打つだけでもこう回あのウェービングしてから打つ練習、これで一番まあ肩をぐっと回すの、はい、それで肩が入るから、はい、これ腰の回転はどうでしょう。腰も入れる、腰入れて肩入れて、そうそう、体全体でこう回すような回す感じ、はい、なるほど。これでも足も腰も入れるわけですか。そうそう、入れる、はい、これがね、なかなか最初は難しいけど慣れてくるとできますよ、はいはい、みんな教えてるんですけど、あ、持ち方は、まあ、今日この後ですね、塾長の教育、強く育てるっていう、うん、あの教育をちょっと見せていただこうと思うんですけども、あの、うん、教育って塾長どういうの感じでしょうか。まあ、学校の教える育成と違って、はい、強い育成じゃん、はい、だから強くしたいの、育てたいの、あ、気持ち的に、はいはい、うん、まあ、将来的にもね、うん、あの社会に出た時に気持ちが弱いと、あ、何事もなんか成り立たないんだ。肉体面じゃなくだけじゃなくて精神面も鍛えると。素晴らしいですね、まあ、日本教育委員会だ。日本教育委員会、強く育てる、やりたい人はね、はい、来ればさ、はい、面倒見るんですよ。あ、もう私生活から面倒見ちゃう。私生活から、うん、でもちょっと、不良というか、とっぽいのも来たりするんですか。そういうのが一番いいんだよ。そういう、とっぽいやつが来ないとダメ。普通のやつより、そういう青少年育成だから、はい、そういう悪ガキを鍛えたいんだよね、はい、あー、なるほど、簡単に、はい、うん、まあ、塾長も初めは、きっかけはそうです、そこからですもんね、うん、で自分なんか山を埋めしてさ、はい、山先生の漫画見て、はい、山ごもりもされたんですね。そうだよ、18の時から、はい、山ごもりした、はい、1ヶ月ね、はい、あのこもるつもりで、はい、まあ、田舎のね、はい、すごいの滝ってあるんだけど、はい、でそこにこもったの、はい、1ヶ月こもったんだけど、1ヶ月、うん、その間食事とかどうしたんですか。いや、それが飯食えないから、はい、ハンゴ水産、ハンゴ水産、はい、はい、キャンプで使う、そうそう、はいはい、あれでなんとか頑張ったんだけど、はい、もう10日が限界だった。あと10日が限界だった。10日で下山した。あ、で結構10日も長いですよね。きつかったよ。あ、ガリガリになっちゃったよ。あ、これはもう死ぬんか思って、はい、下山したけど。あ、なるほど。自分が経験して面白かったよ。あ、まあ、その経験が今の教育に生かされてると。あ、 J
10代20代をね、はい、もうがむしゃらにやった方がいいんだよ、何事も。ああ、なるほどですね。まあ塾長といえば V シネマとかにもたくさん出られてるってことなんですけど、ね、まあ、ね、はい、ちょこちょこ、あの今度またなんか新しいのに出られてるということで、極道、極道だもん大体は矢口さん極道シリーズだから、はい、呼ばれるのが、はい、極道シリーズ、村上和彦先生、はい、牧先生とかね、はい、安藤昇先生とか、はい、そういう人からの声が上がりで、はい、うん、どれぐらいで、まあ、塾長が、塾長じゃないんだから、塾長がその、まあ、ヤクザの役とかやったらもうこれ以上ないくらいに迫力満点ですよね。まあ楽しいよね。ああ、そうだから。で撮影現場っていうのはどういう感じなんですか。普通に、まあ、こんな感じで撮ってんだよ、ね、ああ、うん、でみんなちょっとやっぱちょっとこわもてというかそういう方が多いですね。そういう人が多いよね。あ、でまあ撮影現場は和気あいあいとしてる感じです。そうそうそう、あ、そうなんですよ。逆にあれですよね、まあ、そういう一見こわもての方の方が内面優しかったりしますもんね。みんな優しいよ。あ、だけどこう演技に入ったらもうパシッと顔が変わるよね。あ、顔が、もう塾長のこの迫力でこう言われたらもう本当すごい怖いですよね。自分が仏さんだから仏の村上です。仏仏だぞ、あの今の村上塾長は仏の、この仏の村上塾長だそうです。まあちょっと最後になりましたけども、塾長、あの今後ですね、視聴者の方からまた質問があったらまた答えていただいてもよろしいでしょうか。全然いいよ。というわけでですね、今後も村上塾長への質問は大募集中ですんでね、たくさんの質問お待ちしております。塾長、最後にですね、視聴者の皆様へ一言言っていただけると。あのさ、はっきり言って自分喋るの苦手だから、ね、あんまり難しい質問せんといてください。うっす、塾長、今日はどうもありがとうございました。はい、モハン選手に、モハンドラゴン選手にちょっとお話を聞いてみたいと思います。はい、村上塾長の指導どうでしょう。モハンの体ね、はい、最高です。最高です。塾長の練習が、はい、モハンにすごい合ってました。あ、モハン選手に塾長の練習が合ってた。はい。はい、あの香港のネパール人 のベストドラゴン、はい、未来の若者チャンピオンネパール人がいます。はいはい、その人にも、はい、塾長の合宿に参加させたら、はい、これ何これ、馬のようなトレーニングだ、馬のようなトレーニング、私はできないって言われた。馬のようなトレーニング、一般人、はい、未来のチャンピオンたちが望めない苦しいトレーニングです、はい、一般の人が望めないようなトレーニング、あ、だそろそろチャンピオンになる選手の塾長 のクレイジートレーニングが、はい、クレイジートレーニング、はい、無理って言ってました。無理、はい、その無理を、はい、関係ないっていう強い選手ばっかりです。あ、このその無理なクレイジートレーニングが関係ないという選手ばっかりだと。そうです、はい、それに関係する選手たちはみんなすぐ1ヶ月2ヶ月でアウトですね。なるほど、はい、ちょっとこの後見させていただきます。よろしくお願いします。
ちょっとね、翔也選手にちょっとお話を聞いてみたいと思います。翔也選手、お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、あの前回の大会とかを見せていただいて、まあ、今日今、教育の迫力満点のスパーリングを見せていただいたんですけども、塾長の教育はどうでしょう？塾長の教育は、足腰鍛えられますね。足腰鍛えられます。翔也選手は16歳からもう塾長のところに来られてるってことなんですけども、ね。そうそうそう。まあ、その初めて来た時ってどうでしょう？初めて来た時、なんかあの熱気と圧、圧、圧、わーってなってた。いやでもこれ今度のあの25日に試合があるということで、はい、仕上がりはいかがでしょう？仕上がりは、まあ、とりあえず1ラウンド KO で、1ラウンド KO で、取れますね。期待してますんで、いいです、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。そうっす。よくやってるよ。上げ上がりよ。いいね。最後も帰ってくるな。いいね。あ、今度の場合ですね。確かに危ない。はい、OK です。